ベイブレード1328円で仕入れて3倍の45.69ドルで販売。1オーストラリア82円65銭として差額は2448円。これを自分で発送する ebay で販売した場合、500g の送料2000円と販売手数料、そして出品手数料を取ると2500円。 差額円をオーバーバして赤字です一方、Amazon が発送してくれる FBA というサービスを利用した場合、3 5キロの送料6600円で30個送れますので、1個あたりの送料は220円、そこから販売手数料と出品手数料を引いて920円、差額の2440円から920円引いた1520円の利益が出ます。 eBay を使うと梱包と発送は自分でやる必要がある。しかし儲からない。大変なのに儲かりません。Amazon を使うと梱包や発送は Amazon がやってくれる。そして儲けやすい。楽して儲けることができるわけです。世界最強のネットショップ Amazon。Amazon における、アメリカにおける Amazon の存在感の大きさ。Amazon は アメリカで支配的存在です消費者の49%がオンラインで消費を買うときに最初に Amazon 内で検索する Google 利用するのは36%しかも Google 検索の結果1ページ目に Amazon のサイトが出てくる Amazon はアメリカの書籍販売の45%アメリカの電子書籍販売の83% オーディオブックの売り上げの99%を支配しています。アマゾンの目的はリアル店舗の殲滅。トイザラスの倒産はアマゾンがきっかけを作りとどめを刺したと言っていいでしょう。本はインターネットで売れない。そう言われてましたが、アマゾンの躍進はご存知の通りです。不動産はインターネットでは売れない。20年前はインターネットでは 不動,産では不動産はインターネットでは売れないと言われていました。今では不動産情報はインターネットで集めるのが当たり前です。アパレルはネットで売れない。ZOZO ゾゾタウンの時価総額は1兆円。創業者の前澤友作さんの資産は3000億円です。Amazon 輸出でできること。大変なことは Amazon がやってくれる。ネットショップ作りは不要です。 ネッットショップを作る必要はありません。アマゾンを使います。集客も不要です。集客する必要はありません。全部アマゾンがやってくれます。売り込みも不要。売り込みする必要はありません。全部アマゾンがやってくれます。入金確認不要。入金確認する必要はありません。全部アマゾンがやってくれます。梱包不要。梱包する必要はありません。全部アマゾンがやってくれます。 発送不要。自分で発送する必要はありません。全部 Amazon がやってくれます。クレーム処理不要。クレーム処理する必要はありません。全部 Amazon がやってくれます。返品受付不要。返品受付をする必要はありません。全部 Amazon がやってくれます。あなたがやることは買い物した商品を Amazon に送るだけ。